はい、皆さんこんにちは。星空の招待席の時間です。本当だったらね、ここでね、双眼鏡の話をする予定だったんですけど、ポジネガチャンネルでちょっとやっちゃいましてね、そこのところで今回はちょっと話題が違う形ですけど、なんとね、やっぱりほら、リュウグウという小惑星にね、日本 の、 宇宙探査機が来ましたね。ついにね、到着して写真なんかもいっぱい来てます。やっぱりね、天文関係の業界は最近ね、すごくやっぱり賑やかですよ。で、双眼鏡の話もね、ちょっとだけしたいんですね。この間ちょっと足らなかったんで、いろいろね、興味のある話題をたくさん、アストロアーツ社さんの、ホームページからね、ちょっと抜粋してみたいと思います。皆さんね、これね、アストロアーツはすごくね、いいページですから、皆さんよかったらね、覗いてみてください。本当にね、これね、天体状況が、無料でこんだけ手に入るのもないんで、非常にね、読んでてもいいですね。だから、将棋で見る賞ってのありますけど、見る天体ですね、これはね。さあ、それでは行ってみましょう。今日も一人頑張ります。こちらの招待席。最初ですね、太陽から遠ざりつつある恒星天体のオムアムアが予想よりもわずかに大きい速度を持ってるということが分かったっていう話なんですよね。で、これね、簡単にオムアムアの正体は小惑星でなく彗星の可能性が高いって、僕ね、最初にこれ来た時言いましたよね。これが外から来たね、特別な天体っていうけど、こんなのいくらでもあるわけで、ほうき星と言われる彗星っていうのは、基本的に放物線軌道と、あと双極線軌道、あと楕円軌道って3つあるんですよ。で、楕円軌道ってのはハレー彗星みたいなやつね、あと池谷赤星みたいなやつで、オルトーンからやってきて、例えば80年とかね、76年とか、それぐらいの間ぐるっと回ってまた戻ってくると。ただ、一回来たらまたそのまま去っていってしまう彗星もたくさんあるんですね。これが双極星、一番多いのが放物線かな。で、たまたまもうね、使い切ってしまった、王を出さなくなってしまった、なんですかね、ほうき星、彗星ね、これが、オムアムアではなかったかっていうことですね。これが分かってると。形が非常に面白いっていうのでね、いろいろ言ってますけど、今ね、現在は木星の軌道を超えて、時速11万4000キロで太陽から遠ざかってるって言うんですね。これ木星を超えたってことです。はい。で、これは太陽系の重力を振り切って太陽系から飛び出すに十分な速度だってことです。はい。速度の方はそうですね。時速何キロとかそういうので、太陽のあれをね、抜け出せるかっていうのがありますから。はい。ということが、最初のね、ニュース記事です。あとね、なんか面白いのあるかな。これね、実はね、ニュース見てて、ビクセンのコンパクト赤道儀とかね、マクソフ火星連の共闘とかそういうのがあるんで、これこれからいきましょう。はやぶさ2号ですね。リュウグウに到着しましたということですね。6月の27日の9時35分、小惑星はやぶさ2が目的地である小惑星リュウグウに到着したということですね。で、これがね、どう到着したかとかそういうのは、皆さんがね、読んでいただければいいんです。別にね、これ、なんていうのかな、別に到着しただけなんですよね。で、到着してもこれ全部初めてのことだから、そう簡単にはね、なんていうのかな、要するに観測に入れないんです、簡単に言うと。で、どういうふうになっていくかっていうと、やっぱりよく地形を調べて安全に着陸できるとこ、そこを探していかないといけないと。で、とにかく大変なのは、人も行かないでね、これだけ距離離れたところで直接のすぐの指示ができないじゃないですか。それなのに、なんていうのかな、現地行って降りて着陸して、なんか爆破して場所を作って、よくわかりませんけど、そういうことをしてね、着陸場所からサンプルを持って帰ると、これ結構すごいストレスのある作業だと思いますよ。はい。これをやってこなきゃいけないと。だからこれが、なかなか大変なんでね、果たしてどうなるかということですね。で、我々はうまくいくと、このサンプルをね、しばらくすると見れるので、これはもう非常に嬉しいことですね。はい。どうなりますか。ごめんなさい。ちょっと咳しちゃいましたけどね。はい。さあ、それではね、今回は、そうだな。これ、ちょっと待ってください。今年の夏の火星の模様チェックっていうのがあって、早見工作セットっていうのがあるんですよ。これはね、アストラアーサさんから出てるやつで、大きさは19センチかけ26センチ。で、50枚セットで2700円とかね、100枚セットで4000円ぐらい。ね。そういうのがね、送料は600円です。これね、星座早見版もあって、昔僕ね、船、ピースボートに乗った時にね、これね、持ってったんです。それで、作りました。で、今回は火星版ですね。だから、早見版でイベントなんかで人気のやつになるので、お買い求めは早めにってことでしょうかね。これいいと思いますね。あともう一つ。天体望遠鏡の話をしましょう。自動導入経緯台のマクストフ火星連を搭載したやつが出たってことかな。スカイウォッチャー、AZ の GTI の
MAK127 ってことですね。これは127ミリ焦点距離150 の,、ま、あのマクストクです、 F12 のね。で、自動追尾を搭載してるのかな、73,440円、値段は安いですね。メーカーどこだ、ちょっとね、メーカーがよく分かりません。スカイウォッチャー製ですね。はい。で、これは、橋頭部は軽位台なんですけど、これ、追尾モードがついてると。自動追尾。だから簡単に言うと、この自動追尾で、自由自在に入れられるってことでしょうかね、保証ね。で、こういうのは入門機としていいと思います。僕はね、先に言っておくと。入門機として何がいいかとかそういうことを言うまでもなく、まあ、いわゆる12センチぐらいないとダメですね。というのが僕の考え方です。で、15センチあればステレスゾーンが買えるんですけど、この7万いくらは日本では安いんじゃないですかね。おすすめです。で、逆にね、ビクセンのね、ポルタ型の70の、A70 の LF ってのも出てるんですけど、これはね、36,800円、これ安いと思うでしょ。お父さんお母さんこういうのを買わないこと。口径が 70mm のアクロマート、F が 12.9 同じぐらいなんですけど、やっぱり 70mm のアクロマートってのはある意味で双眼鏡クラスの大きさですから、あんまりおすすめできませんね。うん。で、携帯の方も普通に自分で探してみて何が見れるのって言ったら、まあ、土星と木星と、あと月でしょ。あとオリオン座大星雲見て、二重星アルビレを見て、それぐらいでも見るものがないっていう。これね、よく批判を受けるんですけど、ちっちゃいボケでも十分楽しめるよって、大きいの持ったらわかります。どう違うかね。はい。そんな感じです。で、最後にね、もう一つ双眼鏡の話をちょっとしておきたいんですよね。で、実はまあ前にもちょっと話したんですけど、その双眼鏡を何買ったらいいかっていうことで、もう今ね、ニコンの双眼鏡ってのが、もう売ってないって言うんですよ。で、ニコンはね、なかなかね、要するに中古で出ないんですよね。いいのがね、やっぱり見識いいんで。で、フジノンとニコンを迷ってる人がいます、はっきり言ってね。これね、どっちも大差ないです、はっきり言って。うん。で、スペックでフジノンの方が少し勝るって、これ数字に騙されないでください。まあ、本当に一番いいのは見て比べてもらうのが一番いいんですよ。だから、やっぱね、ニコンっていうのは高橋製作所の昔のね、これも中古も出ないんだな、望遠鏡とね、やっぱり双璧なぐらいのものなんです、ニコン。うん、本当に良かったです。で、やっぱりね、どこまでこだわって天体用に作ってるかってことなんですよね。本当にお金かけちゃってるか、なんで高くなってるかの理由を考えてもらいたいということね。で、フジノンも悪くないです。確かに全然悪くないです。ただ、まあ、自分で見てっていうのが一番いいんですけど、やっぱり望遠鏡屋さんに聞いても、あるものを売りたいからフジノンがいいって言っちゃいます。これ確実に。で、フジノンならビクセンと比べてどうかっていうふうにやったらですね。うん。で、やっぱりね、5センチ7倍の双眼鏡のいいやつってのは僕はもう大賛成なんですけど、うん。やっぱり、一生ものが何かってことを考えたときに、まだ他のメーカーもあるかなと、天体用としてね。うん。だからそれを考えたら、まだ悩んでもいいんじゃないかなと思いますね。うん。で、まあ、今後ね、皆さんが天体望遠鏡を買うときに何を目指して買っていったらいいかっていうのは、僕の買い方はあんまり参考にならないと思ってください。要するに、でっかいのが欲しいだけだから、簡単に言うと。だけど、やっぱりね、何を見るかの目的によって変えなきゃいけない。で、双眼鏡はね、例えば今言ってるのは 5×7 ですけど、例えば8センチの双眼鏡もありますよね。で、例えば、8センチクラスの双眼鏡は完全な天体ですから、その最低倍率の、これ、ビクセンとかな、フジノもあったかな、そういうところで、探してみるといいのもあります。だから、そこら辺のね、やつが天体用と。ただ、重くて、でかいから実際にはね、観測に向かないんですよね。うん。実際ね、ちゃんと固定してやるためにはどうしたら、固定してみるのがすごく難しい。全部三脚が必要です。天頂付近とかは三脚見づらいですから、プリズムでね、ちゃんとね、天頂付近が見やすいようになってるものが必要だとかいっぱい出てきちゃうんですよ。うん。そうすると、やっぱりある程度大きいものは双眼鏡じゃないと。先ほど言ったようなね、このマクストフとかは、入門用でいいです。私はやっぱりセレストの絶対進めたいですけど、もう一回見てようかな、これね、マクストフ望遠鏡ですね。見た目はね、なんか、まあ、間抜けってわけじゃないけど、いい望遠鏡だと思いますよ。はい。入門用ですけどね。うん。で、まあ、あんまり望遠鏡のね、数買ってもしょうがないって言ったらね、怒られちゃうんだけど、結局、やっぱり自分の気に入った本当のいいやつを1個買うっていうのが一番正しいでしょうかね。はい。私はもういろんなもの買っちゃいましたけど、その買い方はあんまりお勧めできないっていうのが真実ですね。はい。まあ、皆さんがね、どういう形で、今後ね、星を見るか私わかりませんけど、とにかく、星の世界っていうのは非常にね、もう探っていけば探っていくほど、もう本当にいろんなことが分かってくる不可思議な世界ですから、楽しくてしょうがなくなります。まあ、今や火星が近づいてますから、火星を見るんだったら、屈折が大きいのか、まあ、趣味がそうですね。はい。または、星雲星団だったら、まあ、普通の、ドブソニアンでもいいですけど、
やっぱりあの大きい本票が見やすいということで、また来週お話しましょう。補足も含めてやりました。また来週、さよならです。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。